雷族雷族とは、行動をオートバイで高速走行することを施行していた人たちを指し、日本の昭和30年代から40年代頃を中心に用いられていた俗称である。マフラーの芯を抜くなどの改造を施すことから、騒音が大きく、その音が雷に似ているとしてこの呼び名が付いた。現在の暴走族の前身。 特に違法競争型暴走族の行動様態のルーツとされる。全国に数百のグループが存在したと言われる。行動で速さや運転技術を追求するための無謀な運転を行い、交通事故や騒音問題を招き一時問題になった。深夜の繁華街を猛スピードで走り回ることから、昭和40年頃からサーキット族、街道レーサーと呼ばれるようになる。また、 四輪車で走り回るものも出現するようになると、共に、オートバイは、排気量の大きい 750cc のものが、憧れの的となり、七半族という呼び名も生まれる。この頃までは、世間や警察の目も、マシンのようなもの、若者の文化と寛容で、騒音以外はさほど大きな問題にはされなかった。また、当時は、 オートバイ自体が一般庶民にとっては高価格なものであったため、グループのメンバーには中3階級以上の家庭の指定が多かった。昭和40年代後半になると若者の多くが高校に入ると同時に二輪車運転勉強を取得するようになる。昭和50年代に入って若者でも買えるオートバイが発売されると自動車やオートバイが特別好きなわけではない若者にも、 爆発的に普及し、オートバイを乗り回すのが、当たり前の風景となるほど大衆化、低年齢化する。それとともに、いわゆる不良グループの少年たちにも広がると、このようなグループは、武闘派と呼ばれ、速さや運転技術を追求するよりも目立つことを目的に、するようになる。低速で、打工運転や箱乗りを繰り返したり、鉄パイプを振る回すなどして、 他のの武闘派グループとの抗争に明け暮れ、また、走りを追求するグループや一般市民への障害や、窃盗事件も引き起こした。すると、次第に、社会的な批判が大きくなり、警察も取締りを強化し、散内運動などが巻き起こる。この頃から、不良グループに限らず、雷族全体のことを、暴走族と呼ぶようになった。ありがとうございます。